宙船の操縦部屋に来たら誰かはいると思ってたけど、正解だったわね。帝王信仰補助列7位、メルメア様、今回はどのようなご用件でしょうか。その前になんかこの部屋臭くない？すごく生臭いんだけど。大丈夫な匂いなの？これ。先ほどまで戦っていましたからね、おそらく敵の返り血を浴びていたのでしょう。先に言っておくと別に宣戦布告ではないわ。今回はあなたたちの主が数年ぶりに帰還した挨拶ってところかしらね。格下ですもの、敵意は向けられたくはないのでね。呼んでもらえない？手土産だって持ってきてるのだからあまりお客に粗相をしていたらエウレカ帝国の質が低いとあなたたちの主の評判にも関わるかもしれないわね。まだ近くにいるわよね。呼んできなさい、アリシア。私がお客様の相手をしてますので、ラル様がパト様を、あなたや奇跡でブレーキはあまりないじゃないですか。ねえ、私が専属神になってから言葉にトゲ含めすぎじゃない？何？専属神内の先輩後輩の優劣でもあるの？ただの適材適所ですよ。任せましたよ、ラル様。あれは絶対日頃の恨みも含まれてると思うんだけどな。あなたたち、仲悪いの？まさか、同じパト様の専属神ですよ。親しみがあるだけです。この人が大人公の方だったかね。ラルに呼ばれた時は驚いたけど、まさかメリアの実の姉と会うことになるなんてな。さすがに帝王信仰法は私でも相手が悪すぎるわ。相手の要望はパト様みたいだし会話だけでもどうかしら。なんで問題解決してすぐに問題がやってくるの？普通つかの間の平和くらいあってもいいじゃん。今抜け出したばっかだぞ。タイミングが良すぎるっていうのは私も同感ね。おそらく私たちの動向を確認していたのね。いや、まだそこまで考えてねえよ。というか今考えることすら放棄したいんだけど。パト様は一応帝王信仰補助列1、絶対に下手に出たらダメよ。舐められたら戦争になりかねないわ。そんな物騒な脅しは勘弁してほしかったな。そうじゃなくてもさっきまで星壊滅したレベルの紛争を終えたばかりなのに。君は誰かな？そちらから出向いたのならせめて名を名乗ってほしいものだけどね。いやー、こんなのでいいのかな？無礼じゃないかな？いきなり襲われたらどうしよう。無理、うむ。まさかこの人が第一位、弱すぎて普通にスルーしてたわ。だって以前会った時はバカみたいに存在感あったわ。ママは一体何を見てこのおそらく第一位の潜在能力を見たのかしら？そもそも合ってるのかしら？影武者じゃないわよね。もし本物なら私が危険、ここは名乗っておきましょう。お久しぶりね、序列1位、あなたほどの実力者になれば同じ帝王信仰法でも覚えるに値しないということかしら。せっかく名を聞いてくれたのだから誠意を込めて名乗らせてもらいますね。私は帝王信仰補助列7位、メルメア、メルトリア、あなたのところにいるメリアの姉、今度はしっかり覚えてください。え、メリアの姉？なら今回メリアがメリアの母に連れさらわれた件は知ってたりするか？もちろん、私はあなたにその件についてお話をしに来ましたの。担当直入に聞きますが、あなたはメリアをどう思っていますか？別に姉だからといってメリア本人に姉妹的愛情があるわけじゃないからのろけでも愚痴でも問題ないわ。メリアは俺にとって一生そばにいてほしいパートナーだ。メリアはずっと俺を支えてくれた。俺がずっとメリアに不甲斐ない姿ばかり見せてたのにメリアは俺に絶え間ない愛情をずっと注いでくれた。愚痴なんてあるものか。俺はメリアが大事だ。メリアが俺に無償の愛を注いでくれるなら、俺だってメリアに絶え間ない愛情を向ける。なんだ、思っている以上に第一位もメリアに依存してるじゃない？ママは心配性だからね。でもこれなら話は簡単そうだわ。そこまでメリアを思っているのなら私が協力しましょうか。協力、メリアは一体どういう状況なんだ？メリアは今私たちのふるさと、帝王行進大国メルトリアにある私たちの実家、帝王宮にいるわ。ママ曰く、今のメリアは不完全ゆえにあなたのそばにふさわしくない。それどころかメルトリア一族の名を怪我しかねないと判断して状況回復するまで実家で軟禁させるつもりみたい。簡単に言えばメリアが本来の力を取り戻さなければママは絶対にメリアを返さないって言ってるの。それって今やっているオーブ探しだよな。オーブはもともと俺の力をメリアの力で10個に分けて飛ばしたのの。俺は今それを回収している旅をしていた。現在持っているオーブは6個、幻想郷の大会でいた、シルバーオーブ、冥界で手に入れたブラックオーブ、石化たちが天界霊宝山で入手したアクアオーブ、父さんが見つけてくれたゴールドオーブとパープルオーブ、そしてバハートさんが持っていたものをなぜかネルが持っていて俺に口移しで渡してきたレッドオーブ。未だに入手していないのは4個、そのうち居場所がわかっているのは2つ。以前の俺の悪意を取り込んで、現在王家が髪飾りとして使用している欲望を司るピンクオーブ。そして7月からずっと戦ってきた WCBT の今年度の優勝品である元素を司るグリーンオーブ。そして残り2つは未だに居場所も情報もわからない。だけど全部集めないとメリアの力は元に戻らないんだ。
成り行きや協力を得てなんとか6個。ピンクオーブは以前の俺の悪意を全て受け止めている代物。メディアが許可するまでは入手することも許されていない状況。はっきり言って何年かかるかわからない。それまでの間メディアと会えないなんて。今すぐ会いたいですよね。気持ちはわかりますよ。そもそもメリアはママの娘であれど、その前に第一位の専属神、帝王神であれど専属神を身勝手に扱うのは神界でもご法度。専属神は慕える神にのみに尽くす存在だからこそ専属神と呼ばれているのです。本来他の神が干渉していい関係ではありません。ましてや肉親であれど身勝手に独自の都合で主に許可なく連れ去るなんて無礼そのもの。話し合いになれば第一位に非はないので、たとえ帝王神であれどメリアを返してくれるでしょう。返さないとなれば自身が定めたルールを自身の手で破ることになる。条件がそれでは示しがつかない。ぜひ我が国に来てください。話し合いになれば確実に第一位の勝ちです。入国の件なら心配いりません。私が招待状を出しましょう。それどころかこの宇宙船を我が国へ自動運転にし、第一位が帝王神と対談している間に負傷している第一位の国民の手当ても含めましょう。こちらに都合が良すぎる。相手がそこまで動くメリットが存在しない。気をつけて。私も同感です。そもそも話し合いで済むことをあの帝王神が行うとは到底思えません。ああ、だけどメリアを短期間で取り返すためにはこの話に乗る以外に方法はないんだ。密入国でもするか、宣戦布告して堂々と喧嘩ぶっかけるか、どれも戦力差で俺たちの負けだ。何せ相手には世界最強の帝王神がいるんだからな。意地の悪い奴だ。どんな罠や企みがあるか知らないけど、メリアのためなら茨の道も進んでやるよ。その話に乗ってやるよ。ただしこっちだってタイミングと準備がある。まずは地球に戻る。そこで俺の専属神たちを集めて、それからメリアだ。あら、メリアが第一優先じゃないのね。これは俺だけの問題じゃない。俺と専属神全員の問題だ。大事な仲間を無断で連れ去ったんだ。それ相応の覚悟を帝王神にしてもらうぞ。へえ、その言い方だと帝王神に喧嘩を売っているって捉えれるけど大丈夫。さっき後ろの専属神二人を眺めていたのに。面白い。感情的とはいえママ相手に挑発的な言動を私の前で言うなんて、大バカ者か大物か。しらじらしい。お前たちもやすやすと帝王神と合わせる気なんてさらさらないだろう。メリアを餌に第一位の俺を狙ってきたのか知らないが、もらえるものは全部もらう。その上で俺はメリアを返してもらう。メリアは俺のものだ。決して母親である帝王神でも家族であるお前たちのものでもない。俺がメリアを独占する。誰にも渡さない。それが俺がメリアに対する愛情だ。ここまで近づかれてやっとわかった。なんだこの潜在能力は。例えるなら広大な宇宙を無数に持ち、その上それらを一つに束ねたものを世界というのなら、その世界を無数に持っているような。そこどころか広大すぎてどこまで広がっているのか。果たして私が見ているこの潜在能力は全体から見てどれほどのものなのだろうか。地理程度なら私がそもそも手が出せる相手ではない。ママが警戒する意味がわかった。これは異常だ。今始末してもおそらく完全な始末は不可能。なら恨みを買って数年後に破滅の運命をたどるなんて一瞬で想定できた。敵にしてはいけない。絶対に、ママの言う通り、メリアと一緒にいさせてメルトリアの管理下、いや友好的な関係でいる方がマシだ。想定以上だわ。こんな面白い存在に会ったのは初めてだ。まずいわね。パト様結構感情的になってるわ。いえ、パト様のことです。あれは感情的と見せかけて相手を揺さぶっているのかもしれません。へえ、明らかに感情が抑えられてないと思うのだけど。それ相応の覚悟を帝王神にしてもらうぞ。ほら、帝王神相手に挑発的な言動、まずいわよ。いや、本当、神王の私でもまずいって思うレベルでまずいわよ。あれは高度な駆け引きです。信じましょう、パト様を。おっと、怒りと憎悪と依存している存在を奪われた嫉妬という最高の感情。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。